兄貴、岩見の造船所を言うたらぶち広い敷地やけ。さっき解いた暗号の指す場所が間違うとったらもうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなければ始まらない。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ、どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局尾道の秘密を言うのは何なんじゃ。さあな、牢も秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんならまた本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ。わしの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ。わしについてきて使うさい。おっほう、ここじゃ。とりゃ、うわっ！
そこを目指しましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃ。急ぎましょう。奴らじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのめしたれ。Yeah!
兄貴たち、先を急ぎましょう。すごいな、すごいな、なんと素晴らしい橋だ。おい、どうなっとるじゃん。ここで行き止まりか。くそ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。綺麗な兄貴、さすがです。くそ、次から次と。兄貴たち、早う来てください。兄貴たちは先行っててください。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おらー、我らの敵はこのわしじゃ。死ね。ここは松永の兄貴に任せて先を追い急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけて使え。しばらく歩きますけ。ついてきて使え。どれ。そこです。おい、なんか聞こえねえか。Let's go!
したもんじゃ。わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せてつかさえ。兄貴は手頭と先へ。わかった。おい我、本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ。もっと死ぬ気でかかってこんかい。シャルカー、これを登るのか。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。封鎖された造船所のドックみたいです。暗号の場所はこの奥です。急ぎましょう。待ち構えとったか。どうしても秘密をバラされたくないようだな。いいぜ、止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。Oh!
おほう、なんと素晴らしい味だ。いや、